ようございます。おはようございます。久しぶり。確かに久しぶりかも。ヤッホーです。帰ってきたよ。なんかね、時間に余裕があってユニバーサル行ってきました。そう、イエーイ。そうなんですよ。おはよう。昨日は楽しかった、うん、めっちゃ楽しかったです。2年ぶりに行ったんですよ、ユニバーサル。ユニバーサル2年ぶりですよ。2年ぶりに行ってまいりました。あー楽しかったです。めっちゃ楽しかった。これを買ってきました。昨日は一日中スヌーピーでいましたね。この状態ずっとずっとこの状態。うん、そう、昨日はずっとスヌーピーで、そう、これで帰ってきた。これをつけて新幹線に乗って帰ってきました。スヌーピー、そう、なんか一発目に、まず一番目に、何したっけ、一番目にまずユニバーサル入って、で、まずはハリーポッターに行きました。ハリーポッターに、ハリーポッターに行きました。ハリーポッターに行って一回乗ったんですよ。でなんかこの、あ、嘘です。最初に服を買って、服とこれを買ったんですよ。何になるって言って、友達と何になるって言って、何がいいかなって言って、さっきピンクパンサーになりたかったんですけど、ピンクパンサーお店がもうなくなっちゃったから、じゃあスヌーピーになろうと思って、スヌーピーになって、全身スヌーピーになりました。そうとりあえず服とこのカチューシャを買ってスヌーピーになりました。これはスヌーピーでしょ、ほらスヌーピーで、まずスヌーピーになりまして、あ、分かった、テロップを変えればいいんだ、先が。ちょっと待って、あ、そうそうそう、スヌーピー買ったんですよ。
そう。でまずこれを買いに行って、でお昼前ぐらいにあのハリーポッター乗りに行ったんですよ、1回目。でまあわーって乗って、まあ、楽しかったんですけど、でそこでバタービールも飲みました。ジュースです、ジュース飲みました。バタービール久々に飲んで、てかユニバに2年ぶりに行ったんですよ。さっき2年ぶりのユニバに行ってきてビール飲んじゃった。バタービールだよ、ジュース、ジュース、炭酸のなんかジュースは飲んだんですけど、ヒゲ作った、うん、作ってメールで送りました。そう、バタービール、でもバタービール1回飲むともう飽きます。なんか白い泡は、あ、泡がなんかバターみたいな、うん、ピーナッツみたいな味がするんですけど、でもその上だけが美味しいとか言っていいんかな、下はあんまり先好きじゃないんですけど、うん、そう。であのさ、さっき魔法の杖持ってるんですよ。あのなんかさ、ウィンカービアレビオーサーって言ったらちょっとあるんですけど、あるんですけど出しますね。でちょっと待ってくださいね。あるんですよ、これハリーポッターの杖持ってるんですけど、でもこれね、1個前のやつなんですよ、1個前のやつ、あ、取れちゃった、1個前のやつだからあれなんですよ、ちょっと古いんですよ。だからここに新しいの本当はライトがついてるんですけど、これないんですよ。だからあれができなかったんですよ、なんか新しくこう魔法を言ったら水が出てくるとか、魔法を言ったら箱が開くとか、魔法をやったらドアの鍵がボーンで取れるやつやりたかったんだけど、新しいやつじゃないからさ、ダメなんですよ。そう、魔法の杖はね、新しいの買わなかった、これ、そう、これあれなんですよね、古いやつなんですよ、こうやってよく見てるでしょ、こうやってこうやって渡すのよ。そう、ウィンカービアレビオーサ、やめよ、変な人だと思われる。そう、それでなんかこれ古いやつだから何もならないんだけど、なんか5箇所ぐらいあって、この魔法かけるところがね、なんかでなんか時はそのこうやって魔法をかけたかったのに、新しくないからかけれなかった。新しくなくてもできるんだとは思うけど、できなかった。見て、すごいリアル、細かいとこまでちゃんと作られてるんですよ、手が通ります。そう、持ってってない、重いからこれ。私スヌーピーが持ってたらおかしくないですか。ハリーポッターなのに、チャーラー、これハリーポッターですよ、ちゃんとハリーポッター。本当はハーマイオニーのやつが欲しかったけど、
なんでこれを買ったかはちょっといまいちわからないんですけど。でね、なんかその呪文を言ったんだけど、あーちゃんはなんか教えてもらったけどもう忘れたな。なんか3個ぐらい教えてもらったんですよ。有名なやつ、なんとかレビオーサとウィンカーディアレビオーサってやつと、もう一個なんか2つ教えてもらったけどもう忘れた、ごめん、もう忘れちゃった。そう、スヌーピー、まあ、これハートがついてるの、バロベロ、なんかね書いてる英語で、スヌーピーリボンがついてるよエクスペクトパトローナム、それだそれそれそれ、エクスペクトパトローナム、それそれそれと、もう一個なんか教えてもらいたいよ、もう忘れちゃいましたね、私すぐに忘れちゃうので。まあハリーポッター乗りました。でまあ出てきて、まあお昼ご飯の時間だったから、あのスヌーピーとかキティちゃんとか、あのちょっとお子ちゃまが行くような、赤ちゃんが行くような、なんかまあアリちゃんとかノッチャとか、なんかここあらへんがココアとかがなんか行きそうな可愛いところに入ってハンバーガーを食べました。スヌーピーの形の、今日は一日スヌーピーと思って意識高めにご飯もスヌーピーにしました。去年は年パス持ってたけど今年は持ってない、いやさっきも持ってなくて、去年まではうん去年まではさっきも持ってた、うん、あスヌーピー食べました。スヌーピー美味しかったです、肉の味がしておはようございます。そうた、でも美味しかったよ、ポテトもついててジュースもついてた、年パス持ってた、うん持ってたけど、持ってたけど、まあでも月1は行ってたからまあ得かなみたいな。スヌーピー肉の味がした、美味しかったよやばい共食い、うん共食い、そう犬同士食べ合ったでさっきのそのご飯が野外だったんですよ、野外でなんか屋根の下で食べるだけだったから、さっきの難関があってチュンチュンがめっちゃ飛んでくるんですよ。もうポテトも食べに来るし、あさっきポテん何かな、ポップコーン持ってたんですよ、ポップコーン持っててチュンチュンがもう飛んでくる、もうさっきの頭の上フューって飛んできて、もうチュンチュン本当に苦手、もう苦手だわチュンチュン。さっき風大丈夫、大丈夫ベリーグ、もうやばいやばい、もうビュンビュン飛んで、もうさっき怖い怖いとかなっちゃっただって普通にお店の中にも入ってくるからね、チュンチュン入場料無料のくせに。追い払えば、いやなんか追い払うほど別にそんなあれだったんですけど、あなたのレビオッサー、え？あ、これ魔法の杖よ、ちょっとウィンカービアンレビオッサー、閉められたドア閉められちゃった、魔法の呪文かけたらママに、朝ごはんが来たので朝ごはんを食べながら、食欲の秋ということでね、ウィンカービアンレビオッサー、おはようございます。そう、それでそこに行ってまずあのエルモと一緒に写真撮りました。写真撮って、あモッピーも撮りました、あのピンクのだるま、気持ちだるまじゃない、うんまあ撮れました。
可愛かった。そうそうそう、セサミストリート、それそれ。なんかねキティちゃんもいた。いや、得るもの被り物もどっかあるんですよ、この辺に。あ、この中、この中にあります、この中にあります、あります。で、セサミストリート出て何するってなって、あ、ん？セサミストリート出てミニオン、そう、ミニオンに乗ってきました、新しくできた。でもミニオンのものは何も買いませんでした。魔法の呪文覚えられないでしょ、覚えられなかった。2個思い出したけど1個思い出せなかったです。そう、ミニオン、新しくできたアトラクションのあのミニオンも行ってきました。激込み。でもね、ね、あのあれあれ、早く乗れるチケットエクスプレスパス持ってたからさ、あれだった、早く乗れました。ミニオンこないで行ってきた。え、めっちゃ良くなかったですか？なんかね、あー、水、ポップコーンも買わなかったの。ポップコーン自前してたんですよ自前してて買いましたよ。ミニオンやばかった。めっちゃバナナの匂いがするんですよ。なんか怪盗グルーっていう男の人が、あの人の声の人、鶴瓶さんの声のあの人がね、主人公でいるんですけど、その人がおならしたんですよ。おならしたらバナナの匂いがするんです。いい匂いだったよ、すごい。バナナの密封の中でやる、おならして、そこでおならの匂いがバナナなんですよ。煙の色もちゃんと黄色でできてました。黄色っていうか、ちょっとなんか緑っぽい、黄色っぽい感じ。おはようございます。そうそう、私も来年友達と USJ 行く、いいな、さっきも行きたいな。バナナの匂いが しましたね。別に臭くはなかった。おはようございます。そう、でもめっちゃ良かった、本当に良かったです。良かった。おはようございます。で、まあ定番のスパイダーマンに行って、で、ちょっとまあさっきも友達と来てたから、ちょっと写真も撮りたいなと思って、写真もちゃんとっていうか2人で撮ったりしてました。で、さっき朝からまあちょっと夜までいて、ホラーナイトに参加したんですよ。あのゾンビの、本当はする予定なかったんですけど、怖いけど、怖いのあんまり好きじゃないから、あのそういうあのぶりっ子とかじゃないんですよ、マジであの嫌いなんですよ、お化けが。で、なんかそれで、やばい、ほんとキャストさん、あれほんと行かない方がいい、みんなマジ怖い。ホラーナイトちょっと楽しみたかったんですよ。でも自分が大人になってました。なんか去年、一昨年ぐらい、小学校6年生ぐらいに、小学校2年生あ、違う、中学2年生の時に多分行ったんですよ、ホラーナイト。で、その時は怖かったけど、今怖くなくて、ツーショット撮りましたよ。
見る？ツーショット。でもわかるかな、いまいちわかんないかもしれない。まず1枚目、1枚目じゃん。これほら怖い、ゾンビ釣り配信。あ、今田美奈さんでしょ。見たよ見たよ。もうこれはこれは単品なんですけど、このピエロさんが踊るんですよ。めっちゃキレッキレのダンスで、それでさっき思ったことがあって、なんかこんな怖い顔して、こんななんかちょっといい感じにこうメイクされてるし、多分カツラとかお面とかこの重い衣装とか着とるのに、みんななんかダンスうまくて、ちょっと尊敬しました。尊敬の眼差し。単品、そうそう単品、カメラ目線くれたんですよほらカメラ目線なんですよこれ。よく見たら、あ、ヤッホーみたいな感じ。そう、めっちゃダンス上手で、いや、あの怖いところの騒ぎ、怖いところの騒ぎじゃなくて、もうなんかめっちゃ上手なんですよダンス。みんな上手だった。ちなみにこれ女の人なんですよ。はあ、はあ、これ女の方で、すごいよね。黒目が点みたいに、そう多分、いやでも普通の目ですよこれ。いやこれ女の人なんですよ。なんか喋りかけてきて向こうからなんか怖いですかみたいな、喋っていいんだと思って、怖いですって言って、なんか怖いですかって言われるから、あーいいんだ喋ってと思って、あ、怖いですねって言ってめっちゃ苦笑いで逃げためっちゃ怖かった。でも本当にダンスが上手だったから、さっきも頑張ろうと思った。今日レッスンだから頑張る。今日はユニバーサルのキャストと思って、今日はレッスン頑張ります。いや本当怖かったです。で、あとなんかこのなんかこのピエロとか、こういうなんかこういうピエロとか、なんか普通の服を着たゾンビはあんまり怖くないんですよ。追いかけてこないし、なんかうわーとかって歩いてうわーっていうだけなんだけど、ん？違う、あ、そう、ゾンビとかあの普通のなんかもうなんか私服みたいなの着たお化けはなんか歩いて、変なこうゾンビみたいな歩き方してうわっみたいな感じでやってくるけど、でもなんかオレンジのこのオレンジのね、これオレンジの服なんですけど、見えるか、これオレンジの服を着てる人なんですけど、これはマジで目合わせちゃダメこれ、このオレンジの服の人はもう目を合わせるともうやばい、追いかけるどころじゃない、もうマジでなんかチェーンソーを持ってるんですよ。うーんってでっかい音で、なんか草刈り機みたいなやつ、草刈り機って言ったら、うん、マジこれやばい。で、さっきでもツーショットが撮りたくて、どうしても怖いけど、なんかちょっとお化けとツーショット撮るのってちょっとまあ現実的にないことだから、ちょっと撮れるかなと思って、いやちょっと挑戦したんですけど、でなんか結構女の子とかは、女の子とかはなんかもう、じゃあツーショット撮ってよみたいな感じでめっちゃお化けに話しかけてるんですよ。大丈夫と思って、持ってるよそれ怖いや、なんか草刈り機と思って、 その人草刈り機持ってるのに近づいていくんですよ普通に。あ、今時の女の子は怖、何も怖くないんだと思って、私は遠くから、自分は近く、ゾンビはめっちゃ遠いところからツーショット撮ってさっきは
席は顔のアップで、ゾンビは全身ぐらいのもう遠さでツーショットかけて撮ってパシャって撮ってましたね。あー本当に怖かった、本当怖かったんですよ。何が怖かったって、なんかチェーンソーとかより、チェーンソーとかなんかハンマーとか持ってるんですけど、何が一番怖かったって頭持ってる人がいたんですよ、ゾンビの中で。もうそれが無理。さっきと釣りしたいって釣りしながら言ってた。そうなんですか。でもなんか、さっき配信見てたんですけど、そうそう、さっき配信見てて、自分の配信始めるから一旦切って、また後でまたしてたら見ようかなって思いました。うん、え、そう、生首持ってたんですよ。と思ってやばーと思いながら、でもすごい楽しかったです。久しぶりにね行ったんで楽しかった。その頭は誰の頭、多分な、さっきのママ、さっきのママのやつ、さっきのママの頭。満喫しました、昨日めっちゃ楽しかったんです。あ、見て見て見て、ほらミニオンとツーショットも撮りました。イエーイ、楽しかったです。おはようございます。楽しかった。また次は、昨日はちょっと次も、あの中学校の時の友達と行ったから、そのまあ写真とかね、あんまりメールで誰と行ったとかって言えなかったんですけど、ちなみにそうそう、中学校の友達と行ったんですけど、次はね誰かメンバーと行きたいなって思います。でも葵ちゃんと行こうねっていう話はしてるんですよ、実は実は実は、あの葵ちゃんと一緒に行くみたいな話をずっとっていうか、まあ結構前からしてるので、葵ちゃんと行けたらいいなと思います。うん、夢の国より先ディズニーの方が好きなんですよね。乗り物がハイだから結構そっち系が好きです。葵ちゃんと行くときはなんかお揃いの服着ていこうねって言ってます。じゃあそろそろ今日は占いもするので、この辺でスペシャルギフトを読み上げたいと思います。はい、TWA さん、ハートありがとうございます。ブロンコさん、リンタロウさん、かぼちゃありがとうございます。バンジャラモンスターさん、だるまありがとうございます。リンタロウさん、ミッチーさん、達也さん、ノディさんかな、ハートありがとうございます。ケイちゃん、かぼちゃと花束とハートありがとうございます。モフ兄さん、だるまありがとうございます。ウラッチさん、ハートありがとうございます。フーニーさん、花束ありがとうございます。社長さん、かぼちゃありがとうございます。イエーイ、ゆらちさんもハートありがとうございます。おはようございます。ということでね、こんな辺で、じゃあ久しぶりに、あ、イモス皆さん見てくれましたか。イモステレビ、あ、ちゃ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 、イモステレビももう無人島終わったので、新しい色気に呼ばれるように頑張ります。はい、じゃあ今日の占いいきたいと思います。今日じゃあ第2位からいきます。2位の第2位は、今日の2位はおひつじ座です。おひつじ座のラッキーフードはナタデココ。ナタデココ。第3位、水瓶座。あ、言っちゃった。
エンドロールじゃなくてなんだっけ、ドラムロール言うの忘れてた。3位、水亀座。水亀座のラッキーフードは水餃子です。私水餃子食べたことないんですよね。水餃子。第4位、ドルル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 ン、天秤座です。天秤座のラッキーフードは鶏の生姜、あ、違う、鶏の柚子胡椒焼き、美味しそう。美味しそうですね。ん？美味しそう。そして5位、5位が天秤座。天秤座のラッキーフードは栗きんとん。栗きんとん私好きです。栗きんとん甘いから好き。栗きんとん、リングリントン、リングリンリントン。第6位、6位はサソリ座です。サソリ座、サソリ座のラッキーフードはフレンチトースト。残念、普通のパンやった。今日の朝ごはん、今日の普通、今日の朝ごはんは普通のパンでした。フレンチトーストお昼ぐらいに食べます。はい。第7位、今日のラッキーセブンは双子座です。じゃじゃーん、双子座。双子座のラッキーフードはジェノベーゼ。何ですかこれは。ジェノベーゼです。ジェノベーゼ。てか双子座の人って双子なの？双子だから双子座なんですか？第8位、第8位はあ、パスタなんだ。お勉強になりました。第8位はおうし座です。おうし座、おうし座のラッキーフードは味噌田楽。味噌田楽です。双子座だけど双子違います。あれ、じゃあ双子座の人は別に双子じゃないってことかそういうこと。そして第9位、9位はカニ座。カニ座のラッキーフードは小籠包です。小籠包、小籠包を1回だけ食べたことあります、本物を。はいあ、ジェフさん、エンドさん、タコ、ハートありがとうございます。第10位、第10位は魚座です。魚座のラッキーフードはチーズバーガーでございます。マックへレディゴー、マックマック。そして第11位、11位が乙女座。あ、6月生まれの人が双子座か。あ、そっか、そう言われたらパパ6月だ。11位が乙女座。乙女座のラッキーフードは山芋タン、山芋短冊です。山芋食べましょうということですね。そして第12位が、あ、かぼちゃありがとうございます。パンプキン、パンプキン、パンプキン、パンプキン。12位がヤギ座の方です。ヤギ座、ヤギ座のラッキーフードは柚子胡椒。柚子胡椒です。先はちょっと柚子胡椒苦手だけど。そして第1位は、タラララララララタラタタタラタタタタタタラタタ、チョコラ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 。第1位は獅子座です。獅子座ライオンです。無口なライオン、何も思ってるの、遠く見つめながら孤独隠して強くなきゃいけない。獅子座のラッキーフードは
オレンジマーマレードです。オレンジのマーマレード、いいな、お菓子か、いいですね。おめでとうございました。ということで、まあこんな感じで今日は夜配信が微妙いできるかな、微妙なんですけど、どうだろう、できないや、できない、うん、あ、トイさんいいね、ムフニーさんハート、ジェフさんかぼちゃとこのバラありがとうございます。チョコロ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 イエイ、ありがとうございます。今日はねちょっとユニバーサルの話になっちゃったんですけど、また配信するのはだから明日かな、明日になりそうです。今日はもうレッスンでございます。レッスン頑張って、今から私は今の皆さんのショールームはちょっと拝見します。タイ釣ったんでしょ、てか海行ってるんだね、今の皆さん、さっきあれかと思ったもん、最初今田美奈さん川って言うからさ、私はこっちの配信を見ます。レッスン頑張れ、ありがとうございます。配信見ますよ、ちょっとココアに、ココア寄ってから、おはよんよんってとこ、はい、じゃあ壇上読みます。13位ワンコさん、11位スーさん、9位大地さん、ラッキーセブンボノボノさん、5位エンドさん、ありがとうございます。12位モフニーさん、10位ヤスさん、8位スエンさん、6位バンジャーモンスターさん、4位ミッチーさん、ありがとうございます。3位が見えない、見えない、タツ、3位タツヤさん、2位トウイさん、1位がウラッチさんでした、ありがとうございます。じゃあ今日はこの辺で配信を終わりたいと思います。ありがとうございます。じゃあ皆さん今日も一日頑張ってください。今の皆さんの配信見てきます。ではこの辺で失礼します。来てくれてありがとうございます。ここで言ったから言ってみた。そう、あ、スヌーピー、そう、白飛びすごい、白飛びがちょっと効いてますね。ワン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 、これ本当はねリボンもついてるからリボン見せたいんですけど、リボンがいいように見えないですね。はい、じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。せーの、バイちゃん頑張ってね、ありがとう、バイバーイ、バイチャラポー、バイバーイ。